強くなって、この試合は両手で掴んでるのが6歳なんですね。その間、反則行為、バッティング、グローブロー、肘打ち、投げ、反則行為に十分注意して、接戦をどうしていいですか。いいです。はい、この優太、集中だと集中頑張ろう、頑張ろう、集中、バレッツで、オッケー、オッケー、ジャッジ、ジャッジ、ジャッジ、ダウン。はい、
蹴り。ミドル、ミドル、組み付きが多いということで、青コーナーの若杉選手、レッドカード、こちらは現行対象となります。Break.
これよりジャッジの集計に入ります。ジャッジ大沢30対24赤渡部、ジャッジ永瀬30対24赤渡部、ジャッジ岡は30対24赤渡部よって3対0の判定をもちまして勝者渡部代表として恥ない試合をして、チームとライズを盛り上げていければいいと思います。応援よろしくお願いします。見事な勝利を収めました渡辺裕太選手に皆様、今一度大きな拍手をお送りください。